こんにちは。3分でしっかり身につく IT パスポート、渡辺咲です。今日から企業会計に関する回となります。楽しみにしてくださった方、お待たせいたしました。今回は企業会計のうち IT パスポートの出題範囲となる全体管についてお話ししていきます。企業会計は管理会計と財務会計の2つに分かれます。今までの回はアルファベットが多かったのに急に漢字が増えてきた形となりました。この2つの違いは、管理会計は社内向けに作られて分析や機能計画立案、経営判断に使われます。一方で財務会計は銀行や株主など社外向けに行われるもので、共通のフォーマットで外部への開示が目的となった会計となります。ではなぜ社内と社外で会計の種類は異なってくるのでしょうか。企業は期初に何にいくら使って、どのように売上を立てるのか、年間の収支計画を立てています。この計画に基づいて企業は経済活動を行っていきます。この時の計画は正確に綿密に立てる必要があるので、会社が独自のフォーマットで分析をしたり計画を立てることに問題はありません。そして期初に立てた計画に対して実績はどうだったのか、期末に決算を行います。決算では監査と呼ばれる組織が決算内容の正しさをレビューし、レビューが通ったものは決算報告として銀行や株主に公開されます。この時の決算内容を企業が独自に作ったもので監査や銀行株主に提出してしまうと、各関係者の手間がとんでもないことになってしまいますよね。日本の企業は全国で100万社以上があると言われています。そのため社内では独自の資産に基づいて計画を立ててもよしとするが、期末には財務会計のルールに基づいて関係者へ決算報告を提出してねとなっています。各会計で出てくるキーワードを見ていきましょう。管理会計で知っておくべき知識は、損益分岐点売上高と損益分岐点分析のこの2つです。損益分岐点とは損をしないギリギリのラインのことなので、それがいくらなのか売上高を求め、そこを計算できたら次に分析をするといったことが必要になります。また財務会計ではPL や BS、 そしてキャッシュフロー計算書など、このような言葉を聞いたことがある人も多いと思います。この後の IT パスポート講座でしっかりと説明します。というわけで今日は企業会計とは何を知るものかについてお話をしていきました。この動画がナイスと思ってくださった方は、動画へのいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ご質問は Twitter の SKWX 質問箱までお待ちしております。それではいってらっしゃい。